めましょう。ここは中村が一番人気です。思想タイムは3秒28、そして伊藤信夫が人気対抗格、さらには3番の掛川も今日は思想気配急上昇で人気の一角。10秒前です。9レースの発走でございます。ランプが消えます。スタートまで3秒前、準々決勝第9レーススタートしました。10メートルのスタートダッシュ、インコースから古木、そして最終ハンデからは6番の松本が好スタートを切りました。10メートル前の掛川を叩きに行きますが、どうか、掛川も抑えに行く。6番の松本は抑えられました。3コーナーではもう1回開けて6番の松本が掛川に並ぼうとしています。これを見ている伊藤の棒が一刀両断。残り5周、レースは2周目に入っています。伊藤の棒が今3番手に上がりました。先頭は金子、2番手に古木がこの3コーナーで内側から攻め込んで先頭に立っています。さらには巻き返して3番の掛川勝と3番手伊藤の棒、松本が続いています。中村は6番手、残り4周回、先頭は2番の古木、2番手に掛川がつけています。3番手には伊藤の棒、さらには松本、そして中村雅人が中段5番手に位置しています。先頭2番の古木をかなり力強い推進力で3番の掛川捉えにかかっています。ぐらついた古木、ここでローセス、3番掛川が先頭に立ちました。残りは3周回、3番手には6番の松本、その後ろ古木、中村中段5番手に位置しています。掛川先頭だ。伊藤の棒が叩き込んで3コーナーでは内を狙いますが、掛川がブロック、先頭は3番掛川勝人、2番手7番の伊藤の棒であります。松本3番手、中村4番手の位置、レーサー終盤戦に入っています。掛川が先頭であります。久々全国規模の大会で日の目を見る掛川ブロックであります。2番手7番の伊藤の棒、さあ外から揺さぶって切り返しの体勢か、並ぶのか、掛川を捉えられません。残り1周ブルーフラッグ、先頭は3番の掛川勝人、伊藤の棒、松本が続いている。中村4番手の位置、最後のコーナーに向かいまして掛川先頭だ。最終ハンデ勢を従えまして3番の掛川勝人が先頭だ。最後は伊藤の棒、切り返しの体勢、伊藤の棒が並ぶ、わずかに掛川。9レースの準々決勝、わずかに掛川先着。1000円ちょうど、5番人気3連勝短式、3番7番8番、4200円、12番人気、3連勝複式、3と7と8の。覚悟を決めましょう。スタート一撃決まるかどうか長い。対するは新井啓太、佐々木啓というところも上位人気です。10メートル線の森村、岩谷も支持が集まっています。10秒前です。10レースの発走でございます。ブルーランプが消えます。スタートまでは3秒前、第10レース準々決勝スタートしました。10メートル線から2番の森村、ややウイリーしました。外から3番の岩田博美、先手を取りました。長いが一気に最終半から先手を取るのか。5番直島の前に上がる勢い、8番の長井大輔、こうなると許さない。先頭は1番の増田、バイクを引いた岩田博美、まくっていくのは森村亮。さあ10メートル2人が並びながら1番の増田を捉えにかかった。さらには4番手8番の長井大輔、一気に早くも先頭に立つ勢いがあります。ここで岩田と森村をドーンと捉えた3コーナー、迫力満点のレースぶり。8番の永井が速攻を決めまして先頭に立っています。2番手に岩田博美、森村3番手、4番手には青島がつけています。その後ろ1番の増田を捉えた新井啓太、7番の佐々木は7番手、最後方に泉田修介となっています。先頭は抜け出しました。8番の永井大輔、2番手岩田博美、森村3番手、4番手には5番の青島、体勢変わらず。残りは3周回です。速攻が見事に決まりました。8番の永井が先頭だ。10メートルの2人が2番手3番手の位置、中段では5番の青島を刺しました。6番の新井啓太、
まだ10メートル2人とは距離が開いています。ここから追い込んでいけるかどうか。残りは2周回終盤戦です。2番手岩田博美、そして3番手が2番の森村、2番手3番手は僅差の攻防になっています。現在2番手は岩田博美がリード、ややぐらついた。3番手からもう1回森村が迫ろうとしています。2番手3番手の間隔は車体半分ぐらい。外から森村のアプローチ、残り1周のブルーフラッグを通過。先頭は長い、2番手は岩田博美、森村3番手の位置。最終バックでは大勢変わらず、2番手は岩田博美、森村3番手、そして4番手では6番の新井啓太。順位は変わらず、今最終コーナーをクリアします。シリーズ2勝目が目前だ。長井大輔、人気に応えた。10レースの準々決勝、長井が人気に応えてのゴール。420円いずれも2番人気。3連勝短式、8番3番2番2340円7番人気。3連勝複式2と3と8。覚悟を決めましょう。ここは8番の鈴木圭一郎、そして7番の黒川京介、双璧の陰気、両雄が並び立つんでしょうか。10秒前です。11レースの発走でございます。ランプが消えます。3秒前、第11レース準々決勝をスタートしました。最上半は7番の黒川京介が10メートル前の3番の中山を叩いていきました。対照的に鈴木圭一郎は7番手あたりからの競争になりました。さあトントン拍子に上がっていくか。黒川京介3番手から、先頭は柴山信之であります。2番手には稲川誠也、3番手に黒川がつけております。ホームスレッジ側では、さあ2番手の攻防戦、33機による攻防でありますが、あっさりと稲川をまくり切りました。黒川京介勢い余って少々膨らんでいますが、バイクは戻ってきております。そして鈴木圭一郎は鈴木清をさばいて今4番手に上がってまいりました。先頭は1番の柴山信之、2番手に黒川京介、3番手には鈴木圭一郎も駆け上がってまいりました。残りは4周回です。1番の柴山が先頭です。1対1の展開から黒川京介、さあ柴山をも伸び込んでいくんでしょうか。3コーナーのカーブ、1番の柴山が先頭です。7番の黒川京介、ここはセオリー通りに切り返しの体勢から先頭の柴山を捕まえました。残りは3周回、さあ先頭に立ってどこまでペースを上げることができるか。黒川京介、2番手は柴山信之、3番手から接近するのは鈴木圭一郎であります。4番手は大差がつきました稲川誠也、その後ろに岩見が続いております。ホームスレッジ側では鈴木圭一郎が2番手に上がりました。残りは2周回、先頭は7番の黒川京介、8番の鈴木圭一郎が2番手の位置から間隔が詰まるかどうか。若干直線では差を詰める鈴木圭一郎であります。先頭は黒川、先頭黒川、追い上げていくのは鈴木圭一郎だ。残り1周のブルーフラッグ、さあ追いつくか鈴木圭一郎。先頭は黒川京介、先頭はまだまだ2写真のアドバンテージ、黒川京介が先頭だ。鈴木圭一郎が接近、最終コーナーに向かいまして、3番対1番柴山信之、最後のコーナーを立ち上がって、先頭は黒川京介、外から鈴木圭一郎、迫ってくるも届かない。11レースの準々決勝戦、黒川鈴木圭一郎の順です。8の組170円、1番人気。3連勝短式、7番8番1番、1520円、4番人気。3連勝複式1と7。覚悟を決めましょう。満場一致の一番人気、青山周平、昨日不安定ソールでも勝利を収めました。
対するは2級の思想タイムから小林瑞希、人気対抗格筆頭です。10秒前です。12レースの発走でございます。ブルーランプが消えます。スタートまで3秒前。12レースの準々決勝をスタートしました。最終半でのスタートダッシュ、大木と小林はゴールであります。さあ先手を取るのはどちらか、内側からいっぱいに先手を取りました大木。まくっていくのは有吉でありますが、少々膨らんだ青山周平は7番手からの競争になります。4番の大木は前を攻めようとしています。まくってくるのは有吉、さらには2段まくりは青山周平、やーっと危ない危ない、少しもつれ合うような感じになりました。競争は2周回目。3番手が青山周平、外には大木春近の姿があります。先頭は矢島、2番手福村の内側から青山周平が2番手に上がっています。3番手には2番の福村、その後ろは青木春近、中段5番手が小林瑞希、大木をさばいたのは有吉、最高峰が須波という対戦になっています。残りは4周回、あっという間に青山が先頭に駆け上がっていきました。青山周平が先頭だ。2番手は矢島、3番手は2番の福村、そして中段4番手には3番青木の内を指してくるのは小林瑞希。有吉達也も動きは実に軽快であります。現在6番手から切り返しの体勢で、ホーム側では5番の小林とすぐ後ろまで上がっています。残りは3周回、2番手争いはまだまだ目が離せない。1番の矢島がリード、2番の福村が続いている。このインコースから5番の小林瑞希誘おうとしておりますが、前がつながっている。相当から有吉のまくり、さあ5番の小林に並びかけている有吉。4コーナーを立ち上がりまして、残りは2周回、推進力は小林瑞希以上のものが有吉にはあります。さあ2番手に福村が上がった、3番手が矢島、3番手の争いは7番の有吉が誘おうとしていますが、5番の小林が左足でブロックしています。3番手は5番の小林瑞希、相当から砂見が現れました。4番手争い、レーサー残り1周回、先頭は青山周平ぶっちぎっています。2番手は福村がリード、小林瑞希3番手、砂見和幸4番手の位置。これから最終コーナーに向かいますが、2番手争いは福村がリードを作っています。3番手には小林瑞希、その後ろ6番砂見が続いて、間もなくチェッカーフラッグ、青山小ゴール。2番手はどうか、青山周平先頭ゴール。2と8の組、390円2番人気。3連勝短式、8番2番5番1300円5番人気。3連勝複式2と5と。注目の結果は